すすめ彩り図、今日は尾形さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はムエタイについて最初から思ったのイメージどうですか、ムエタイの、そういうポーズ、そう、あの格闘技の、ね、イメージが強いと思いますが、実は今女性に人気があって、はい、しかも雨の日が、ね、多くなるこの時期に始めようかなという人が多いということで、県内でも徐々にジムが増えてきているんですね。はい、そんなムエタイを、普段全く運動しない私体験してきました。いろいろ解消してきました。何を解消したんでしょう時刻は午後7時過ぎ。ジムには女性の姿が。練習をしてます。ちょっとさっきまで汗の香りがしてたんですけど、ものすごくジムがいい香りがします。フローラがいい香りがしました。コートなんですか皆さんこれで真剣にネットに打ち込んでいます。結構な力ですね。はい、音も出ます。そう響いてますね。そしてキック、キック選手と目指しているのではなくて、皆さんフィットネスの目的などでジムに来ているんですね。どんな理由で通っているんでしょうか。すごいやっぱかっこよかったですね。こうあの格闘技をしたことないけど、キックとかパンチとかしながら運動ができるっていうのが結構魅力的でした。あの仕事で嫌なこととかあった時は結構あのそのストレスを打ち込んでる感じです。しかもあのムキムキじゃなくてちょっと綺麗なしなやかな感じの筋肉がついたイメージです。何も考えてないから気持ちいいんだと思います。多分みんなついてます、職業別の人とも仲良くなれたりとか、そういうところも運動を通してあの輪が広がったっていうか、縁を作って広がれたのが今はすごく楽しいなと思って続けてます。こちらのジム、フィットネス感覚で通っている人もいれば、向かい側のジムを覗くと、このようにプロの選手を目指したり、実際に選手として活躍したりしている人が集まっていました。音が違いますね。ねこの蹴りもすごいですよ、ね。速さもすごいですね。試合を目指して子どもたちも練習していました。未来の選手たち。はい。またジムに所属する選手の中には、ムエタイの日本タイトルマッチでチャンピオンになった人もいますね。すごい。こちらの、ね、イメージの方が、強いですね。そうですね、はい、拳と拳のっていう感じがします。そうですね、はい、足を上げて戦う、かっこいいですよね。ジムの運営をしている坂正和さんです。トレーニングの指導も行っています。最近でやっぱりムエタイのイメージって皆さんが考えてること違いますかね。まあ、一昔前はその格闘技って言ったら結構、ね、あの選手でないとやらないっていう方が多かったんですけど、もう今はフィットネスでやる方がたくさん増えてきて、で、まあ、運動不足解消とか護身術とかいろんな意味でやられる方が結構増えてます。せっかくなのでプロのタイキック受けることにしました。ちょっと大丈夫ですか。大丈夫です。あげてください。蹴りを入れてくださるのはこの方、元ムエタイ世界スーパーライト級暫定王者の近藤信俊さんです。めっちゃ笑ってる。そういや軽く蹴ってもらったんですけど、それでも体に響くほどの衝撃でした。なんで少し嬉しそうだったんですか。いやちょっと嬉しいですよね、感じるとね、蹴りを。私もこうやって服を着て簡単な技を教えてもらうことにしました。こう構えたらワンツーって言ってます。結構衝撃きますね。次はキック、キックは前に出して足を上げる。足を上げる、足上がるから大丈夫です。ここで、はい、素晴らしい。あんまり上がらなかったですけど、こうやってね、徐々に回数を増やしていくんですが、なるべく力を入れずにお尻の筋肉を意識することでヒップアップの効果なんですよね。力を入れないの。そうなんです。先生すげえ、こんな汗結構久しぶりに通いましたね。
ちにだんだん日頃の思いをぶつけるようになってきました。ちょっと怖いですよ。顔が険しい。気持ちいいですよ。女性同士励まし合いながらできるのも楽しかったです。また打ち込みだけでなく体全体を鍛えてお腹も引き締めます。わー効きそう。さまざまな欲望をトレーニングにぶつけました。なんか曲が大げさになりますちょっとね曲に任せてね、はい、体感がきつそう。かなり汗かきました。きつそう。皆さん声援で今日できてる気持ち集中すること15分。全部で15分ですか。結構頑張ったんですよ。運動不足解消になりました。いやもういい汗をかきましたし、普段ねなかなか使えないところですとか、あと思っていたよりも皆さんと一緒に楽しくできる、そんなスポーツでした。ムエタイっていうのは全身使って人とこう楽しく運動ができるっていうのが一つの魅力なんで、選手になりたい人は選手を練習して、フィットネスをしたい人はフィットネスで、かかってやってもらえればなと思います。フィットネスにもいいんですね。そうなんですよね。かつストレス発散にもなるんですね。そうなんです。一石二鳥というか、ね、しかも皆さんとこう楽しくワイワイできるのもいいですし、私みたいなこうちょっと運動にスポーツに自信がない人でも最初からこう簡単な打ち込みをやっていい汗をかくことができるということで楽しかったです。15分でも結構 ね汗かいてるようなんですよ。もともと運動しないというのもあったんですが、すごく楽しかったです。はい、ぜひ続けてください。はい、頑張ります。説明